はい、皆さんこんにちは。今日紹介するミニカーはこちら、ミニ GT の LB ワークス日産 GTR マットグレーを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルは TMS のミニ GT シリーズの LB ワークス日産 GTR マットグレーです。タイトルにある通りマットグレーっていうだけあって、ボディカラーは艶消しのグレーだね。すごくいい感じのカラーリングになってます。でフロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分には LB パフォーマンスってプリントがされてて、ラジエーターグリルのところにもしっかりプリントがされてあるね。でこのまま上を見ていくと、ヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。でボンネットのところにもしっかりプリントとエアフローのダクトもあるね。でフロントガラスのところには東洋タイヤのプリントもしっかりされてます。でこのまま上を見ていくとこんな感じだね。で助手席側を見ていくとこんな感じだね。さすがこの GTR のボディラインのかっこよさと、チューニングカーとしてのこのオーバーフェンダーの部分だね。すごくかっこいい感じになってます。で全体的にすごくたくさんのプリントもされてて、すごくかっこいいね。ドアミラーの部分もしっかりついてます。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。テールランプの部分はレッドのクリアパーツになってます。でこういう東洋タイヤとか LB ワークスとかナンバープレートのところにもしっかりとプリントはされてるね。マフラーの部分もシルバーの塗装になってて、すごくいい感じです。で運転席側を見ていくとこんな感じだね。基本的に助手席側と同じデザインになってます。でこの部分には給油口もあるね。で上の方を見ていくとやっぱり一番目についてくるのはこの GT ウィングだね。でウィングの翼端のところにもしっかりプリントがされてるね。でリアのガラスの部分にもたくさんのプリントがされててかっこいいです。内装の方はこんな感じだね。今回のモデルは右ハンドル仕様になってます。でちょっと内装暗くて見づらいけど、しっかりと作られててかっこいいね。でタイヤの方はこれは特にサスペンションはついてないです。でもこのホイールのデザインがすごく細かくてかっこいいね。またブラックのホイールっていうのもいいんだろうね。でフェンダーとこのタイヤの隙間の部分もしっかり詰まっててスポーツカーらしいね。で裏の方を見ていくと、でタイヤの部分もトレッドパターンが刻まれてるね。ラバー製のタイヤになってます。で裏の部分のシャーシはこんな感じだね。こうやって全体的に見てみると、さすがリバティウォークのこのチューニングカーっていうのはかっこいいね。マットグレーのモノクロっぽいカラーリングのデザインの中に翼端のオレンジのカラーリングも、これもアクセントになってていいと思います。で以前紹介したリバティウォークのもう一車種を一緒に見てみようかな。はい、LB ワークスの日産 GTR を2台並べてみました。でこちらのモデルが LB ワークス日産 GTR のライトブルーのダックテールのタイプだね。でこちらの方が今回紹介したマットグレーのタイプになります。でボディカラーの方はやっぱりマットグレーっていうだけあって、こちらのモデルは艶消しになってて、こちらのライトブルーの方は少し光沢のあるモデルになってます。こうやって見てみたらどちらのモデルもかっこいいね。じゃあフロントの方から見ていこうかな。正面から見ると基本的なプリントのデザインは同じだね。インタークーラーのラジエーターのこういう部分のプリントも同じになってます。で当然クリアパーツのヘッドライトだね。助手席側から見るとこんな感じだね。タイヤの部分のホイールのデザインとかも同じだね。でやっぱりこの GT ウィングとダックテールのウィングの部分の違いが大きいね。
この辺は結構好みの分かれるところだけど、なんか GT ウィングの方が強そうだね。後ろから見るとこんな感じだね。レッドのクリアパーツも同じになってて、プリントの部分も基本的に同じになってます。でもよく見るとこのマフラーのあたりのバンパーのボディラインが違うのかな。マフラーの下までこのグレーのラインが来てるけど、ブルーの方はマフラーの下までは来てないね。こうやって見てみると大きな違いはリア周りだね。特にこのバンパーの形状と GT ウィングのウィング形状の違いでイメージも結構違うね。で、運転席側から見てみると基本的に助手席側と同じだからデザインは変わらないね。給油口の部分も同じプリントになってます。で、こうやって比べてみると基本的なボディの金型はどちらも同じかな。だけどボディカラーとこのリアウィングの違いでまたイメージ違ってくるね。どちらのモデルもかっこいいと思います。今回比較用で紹介したこのライトブルーの方だね。これは以前レビューしたのでリンクの方は貼っておくので、またそちらからご覧ください。このモデルもすごくいい感じになってたよね。で、プリントされてある部分はこんな感じだね。フロントの部分は LB パフォーマンスってプリントがあって、このヘッドライトの下の部分はこれは東洋タイヤってプリントがされてるね。で、フロントバンパーの下の方にもこんな感じのプリントがされてます。で、ボンネットの方は LB ワークスのプリントもあるね。で、フロントガラスの部分はこんな感じだね。で、サイドの方を見ていくと、で、ドアの中央の部分には日本国旗と Imagine all of the people living life in peace、 こんな感じの英語がプリントされてるね。で、こういう下の部分にもしっかりとプリントがあるね。 HKS のプリントもあったんだね。で、この辺りはゴールドのプリントがされてていい感じだね。で、リアのプリントの部分を拡大してみるとこんな感じだね。大きく東洋タイヤってあって、こういうところにも、あ、自由に歩くってここにもプリントされてたんだね。で、運転席側の方はこんな感じだね。この給油口の部分はこれはリバティウォークのデザインなのかな。リアの窓ガラスのところのプリントはこんな感じだね。上から HKS とか LB ワークスとかっていうのがプリントされてるんだね。で、この GT ウィングの翼端の部分はこれはちょっと見づらいけど LB パフォーマンスってプリントされてるんだね。ブラックにオレンジのカラーリングがすごくかっこいいね。箱の方は正面のパッケージに GTR のイラストだね。全体的にボディカラーのマットグレーに近いようなカラーリングの箱になってます。で、この部分にはリバティウォーク自由に歩くって書いてあって、ミニ GT のプリントもされてます。で、側面の方はこんな感じだね。で、裏の方を見ていくと、この部分に日産のライセンスがプリントされてあるね。はい、今日は TMS のミニ GT シリーズ LB ワークス日産 GTR マットグレーを紹介しました。で、やっぱり GTR のリバティウォークのこのデザインはすごくかっこいいね。で、チューニングカーらしいこのオーバーフェンダーの部分とか GT ウィングとかもすごくかっこよかったね。で、シールとかもなくて全てプリントされててクオリティが高い1台だと思います。で、今回紹介したのもこのモデルはスケールが64分の1だね。トミカリミテッドヴィンテージとかと同じ大きさになってます。で、このマットグレーのモデルは2018年の夏ぐらいに発売されたモデルだね。すごく人気があって即完売で、最近ようやくトイザラスのオンラインショップで購入することができました。だいたい価格の方は1500円弱ぐらいかな。オークションサイトとかではプレミア価格になっているので、その辺も注意が必要です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。